はい、どうも、さっくんです。かなり投稿久しぶりになってしまいましたが、いろいろね、休みでもお出かけとかが増えてしまったんで、この模型の制作がかなり、機会減ってしまいまして、ついにこういう変な企画を始めてしまうことになりました。実写の解説を、今所有している鉄道模型で紹介するというコーナー、第1弾をやってみたいと思います。今回の第1弾はこちら、南海6200系の、ファミリーの紹介をしたいと思います。6200系といえば、高野線専属の車両になります。有名なのが6000系とかになるんですけども、それのちょっとサブ的な存在の、6000系丸っこいんですけど、これはマイナーチェンジされて角張ってるステンレスの4扉20メートルの車両になります。これの写真に出てます、一番右から1個ずつ紹介したいと思います。まず一番右の車両が未更新の、初期型の車両になります。こちらは現在6両編成しか存在しておりません。以前は、4両編成の更新車が出るまでは、全てがこの顔で、あとは、編入車も改造車もいずに、これが一応6200系の標準スタイルで走っておりました。現在はこの顔は6両編成しか存在しておりません。で、再現した編成は 6503F になります。実車はですね、ホロが、両先頭ともついてないんですけども、うちの所有している6200系または6300系など6両編成でホロがついてない車両しか所有してなかったので、これは自分の気分でホロをつけさせていただきました。6503実際はホロついてませんが、僕の、好みで、つけさせていただきました。そして制御機がこちらの編成は、6両編成この6200系標準の車両すべて、MMC という多段式制御の、抵抗制御車になります。制御機の中にね、チップがたくさんついておりまして、それを、可変させて、モーターの出力というか、パワーの、切り替えを行っていくという仕組みになっております。はい、続きまして、それの更新車に当たる車両にを紹介したいと思います。こちらの更新車ですけども、4両編成しか現在所属しておりません。こちらの車両、更新した際に制御装置が、VVVF インバータ制御に変更されており、内装もね、外装も、かなりの変更がされているという、すごい大規模な工事を行った車両になります。VVF インバーターに、変更するにあたって、このパンタグラフ周りもかなりスッキリとした印象になりました。以前は二段配管の、このパイプが通ってたんですけども、この1個目のパンタグの先はすべて、1段の、従来の、標準的な配管になっております。そしてこちらが VVF インバーターの装置を再現したところです。中間車2両ともね、同じ、VVF インバーターの、制御装置が付けられております。これが一応4両編成だけ存在しているこの
更新車になっております。まあ主に4両編成で走れるように改造された車両になっております。なので、その会社の内規上、すべて主要機器は2個ずつこの4両編成についております。これが1本しか存在しない編成 6521F になります。こちらの車両以前は、昔電気シチョッパーの制御装置を積んでいた8000系という車両でしたが、故障などあとは運用がかなりやりづらいということで、改造されまして、この6200系に編入されました。電気シチョッパーから何に更新されたかと言いますと、抵抗制御装置に、だいぶ、グレードダウンされたという編成になっております。外見上は、改造されて、スカートが取り付けられたぐらいです。先ほどの標準型の、6200系は MMCだったんですけども、こちらの編成は、本線の7000系などについている、VMC という、バーニア制御装置というバーニア抵抗制御という超多段式の、抵抗制御装置をつけておりますと。まあ要は廃車流用品を、制御装置に、使わせていただいたというかなりコストダウンさせて改造した車両になっております。こちらも VVF インバーターに更新すればなんかいいんかなとは個人的には思うんですけど、実車は10年20年ぐらいずっとこの状態で走ってるそうです。はい、最後にですね、またこれ編入車になるんですけども、これが6551F になります。こちらの編成は以前、8200系という、開示チョッパ制御だった、制御車の、車両になるんですけども、そちらを改造しまして、こちらは VVVF インバータ制御装置を、積んでいる、6両編成の車両になります。以前は開示チョッパ制御の、車両だったんですけども、そちらを、いろいろ、改造工事をいたしまして VVF インバータに積み替えしております。模型でもですね、以前8200系で作ったんですけども、そちらを、改造いたしまして実車同様、6551F に変更いたしました。そしてそれに伴いまして、上り側についているパンタグラフの車両にあったパンタグラフ1個を撤去しまして、2個から1個に変更しております。実車もこのように2個から1個に変更しております。そしてパンタ周りの配管もこのように結構変わった作りになっております。あとは制御車なのにコンプレッサーがついているというちょっと変わった配置も再現しております。そしてこれは以前8200系の時はつなぐことができなかったんですが、並結が可能になったということで、これわざと渡り板を上げた状態にして走らせております。一応両方並べてみましたが、6200系シリーズを作ったのはこの8200系が初めてで、このヘッドライトの
レンズですね。こちらを、どれを最初使っていいかわからなかったんで、これはボナか何かのヘッドライト使わせてもらってます。今は銀河モデルの、ちょっとスッキリした感じのヘッドライトを装備しております。この当時はボナのヘッドライトを使っております。で、全車両一緒なんですけども、ホロ枠ですね。ホロ枠の方は、近鉄三板というのに入っている、ホロ枠を使っております。こちら大きさも何種類かあったので、それをいろいろ、測りながら、大きさも、ちょうどいいやつを選びました。スカートですけども、こちら全部、前の VVF 更新の車両も、6521、こちらの6551もすべてこのプラ版で、なんとか制作しております。いかがだったでしょうか。ちょっと解説グダグダになってしまったんですが、6200系シリーズ、一応模型では全て再現いたしました。全てがどうか分かりませんが、まあ、ホロありホロなしとかも言われたらかなり大変なものになってくるかなと思っております。一応この6200系のシリーズはこの4種類だけ作ってみました。また6両編成とかもちょっと増やしたいかなと考えております。まだ制作動画もちょこちょこ考えておりますので、ぜひ、ご期待いただければと思います。というわけで今回は、実車の、解説を、模型にて行う、シリーズ第1弾6200系でした。今回はご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。また最新の動画も貼り付けておりますので、ぜひご覧ください。